台風18号で地面すれすれまで倒れた銀バナナから、その後初めての巻き葉が中央に出てきています。それからかなり傾斜して何枚かの葉が、葉の裏表が逆になっていた折の子ですが、このように台風前の位置に葉っぱの位置が戻って、表は表、裏は裏とノーマルな状態になって、その後中央に巻き葉が覗いています。この巻き葉からするとまだ通常葉を出したいという気持ちなんでしょうね。まあ、今日も日中の最高気温は30度を超したかと思うんですが、もうすぐ10月に入りますから、その前から最低気温がぐーんと下がってきますんでね、まあいつまで通常葉を出せば気が済むものかと思っても、おそらくは5月に外出しするまでサンルームの中で窮屈な思いをしていたので、路地に移植されて、ああやれやれと思って伸ばしたいだけ伸ばしたいという折の子の気持ちを察すれば、まあこちらは眺めているより他ないですね。台風18号で切損した銀バナナは、今は切断部の情報はこんな感じになっていますね。まあこれはこの冬どうなるものなのか観察用にこのままにしておこうと思っています。これの子供、この苗ですが、は大きくなってきていますね。そちらの中苗程度の銀バナナはノーマルに成長しています。南西諸島のように最低気温がさほどは下がらないという条件であれば、今週の団地のいくつかの地域では十分にバナナは成長するんですがね、残念ながら最低気温が下がり続けるという難点がバナナの栽培を難しくしているわけですね。